バスシーダス、はい、1040から都市849までねやってきたわけなんですが、849までやってきたんだけどね、私たちのことを追いかけてきたやつがいるんですよ。はい、私たちのことをね追いかけてやってきたやつがいるわけなんですけど、どこにいるかというとですよ、暴れ回ってるんですよね。今現在暴れ回ってるやつがいるわけなんですよ。はい、お仲間さんはたくさんいます。組織のねチャットを見ると 13X って強い組織があったんだけど、1040の時に追いかけてきたんだよね。これでここにおったらしいんすよ、ここにね。で見た時はさっきねヒマル系だったんすよね。この辺ヒマル系だったんすよ。今現在リアルタイムでバンバンやってるのかどうか、暴れ回ってるらしいんで、あちこちでね、ちょいと探したいなぁと思います。多分ねファームとかね焼きまくって資源かっぱらいまくってるんじゃないかなと思うんですけど、まあまあな強い人が来ますよ。来ましたよ。1億は超えてますね。億超えの人が来てました。探しましょうか。今多分暴れ回ってると思うんだよな。多分一番強いんじゃないかな、ここの都市で。戦闘力は一番強いんじゃないかなと思いますよ。いないね。ほんと追いかけてきたんですよ。私たちが先にこちらに移転したら、ついてきたんですよ。ついてきた。はい。でね、以前、都市移転ぐらいのね、期間か。都市移転の期間ぐらいに、僕がね、ライブ配信で一緒の都市行きましょうみたいな感じで送ったんですよね。メッセージをね。メッセージの返事は返ってこなかったけど、返っては来なかったけど、ついてきましたね。めちゃくちゃ面白いじゃん。すごいことになってんね、本当に。めちゃめちゃ面白いじゃん。いないな。なかなかいないな、これ、本当に。組織の戦闘力ランキング、こんな感じなんですけど、4位のところがね、13X って言って、僕らが1040の時に一緒にいた組織なんですよね、これ。敵なんですけど、僕らの敵なんだけど、こいつらもうめちゃくちゃやるから、もうしょっぱなやってますね。初日都市移転終わった初日に暴れ回ってますね、こいつらはね。 13X っていうのは27人、これ組織の拠点ごと移転してきたんだね。27人で来たんだね。はい、これが会長で1億8000万ありますよ。強いでしょ。1億8000万あったら結構いけるんじゃないかなと思いますね。で、13X たくさんいたんだけど、割れたんだね。人数がね。だけど強い奴らがおるわ。強い奴らだけ来たな、これ。強い奴らだけついてきたな、ここに。はぁ、これ多分ほぼほぼ上位じゃないかな、この辺が。ここの都市の上位クラスじゃないかな、この辺。多分個人戦闘ランキング見ても、上位じゃないかなと思いますよね。で、その前に組織の殲滅した数、ランキングなんですけど、これ、ぶち抜け、13X1 位なんですよ。こいつらガンガンやるからね、本当に。僕らがこいつらのファームとかなんかタイルキルだなんだやっとったんだけど、こいつら暴れ始めたら止まらないんで、本当に。ずっとやってるんで、ほぼほぼ24時間ガンガンやってきますんでね。朝も昼も夕方も夜もまた朝もやってきますから、攻撃ね、変わり変わり来るんすよ、ずーっと。だからここの都市地獄になるんじゃないかな思いますね。はい、このワンシーズンの期間、次の都市移転までね、地獄になるんじゃないかな思いますよ。そして個人の戦闘力ランキングなんですけど、まあ、こんな感じっすね。大体 LMF っていう2億のやつがいるんですが、だけど負けずと2位で、まあ、13X のやつがいますね。まあ、2位だね。1位かなと思ったけど2位だったね。1億8000万ぐらい。まあ、2人ともいい勝負するんじゃないかな。暴れまくる都市になるんじゃないですかね。1位が LMF ってところで、2位が 13X。まあ、こいつらはね、僕ら知ってるんだけど、3位が TIM ってとこですね。TIM の人ですね、これが。あー、だから1億超えが3人もいるね。で、4位の人もほぼほぼ1億ぐらいですよ。だから1位、2位あたりがバチバチやるんじゃないかな。で、殲滅した数、個人がね、こんな感じ。いやー、これ強いでしょ。
これ本当に桁がなんか違うくないですか、1位のやつ桁が違うでしょね。だからこいつめちゃくちゃ強いんですよ。こいつはめちゃくちゃ強いというよりガンガンやれ。もうさっき言った通り、朝昼夕方夜また朝も攻撃してくるんで、ひたすらずーっと攻撃ねしてくるわけなんですよ。まあそいつらと僕らはバチバチいろんな感じでやってたみたいな感じ、まあボコボコにやられるけど、まあやれるところでやったらいいみたいな感じで僕らはやってたんですけどね。まあこういう奴らと戦うんですね、今からね。ここの都市の人たちはね、バリアずっと張るのか戦うのかぐらいですね、もうほんと。で、上の方に殲滅のね、個人のランキング、上の方に 13X やっぱ多いですね。ちらほらいますからね。で、他の方もいるんですが、だけどね、他の人たちも多いんだけど、13X 強いんだって。富山の金ちゃん来たじゃないですか。はい。皆さんなんかね、顔なじみみたいな感じになってますよ、僕はね。僕は顔なじみみたいな感じになってます。大体わかりますね。はい、別荘がこんな感じよ。 GF6 多いんだけど SCP、 はい、この人がね GF6 で、それで TIM も GF6 でしょ、 OFA も GF6、 まあ、各それぞれ GF6 いる感じだわ。だいたいこれだいたいいる感じで、僕がいる組織はいないいません、一人もいませんね。あの今の現在のね、ここのね、ここの都市はねいませんということで、可愛らしい感じですよ。はい、これがねレベルなんですけど、もう52とかどんだけ強いんだよという感じですよね。52めちゃくちゃ強いから、レベルが高いから、すげえレベルがめちゃくちゃ高すぎる。はい、そんななんだかんだ喋ってる間もあいつら暴れまくってるらしいので、まあ、ガンガンね何箇所か燃やしてますねとあるんでね、あるんで、すごいよね。どこにおるんだろうね、聞いてみようかな、どこにいますかと。どこにいますか、あいつらはどこに、一体どこにいるんですか。あ、で、あとね、組織を乗っ取ったみたいなんで、ゼンツさんがね、これ、こちらの組織。なので移動したいと思うんですよね。移動もしていきたいと思います。移動したんじゃないかな。抜けてるもんね。抜けて移動しますよということで、組織抜けて移動しますよ。はい。13X は、ナイトクラブやってるじゃないですか。5つ星の。取ったんすね、これ。攻撃して、ここは。バンバンやってんな、やっぱり。どっから来てんだろうね、これ。どこからやってきてるんでしょうか、これは。占領。これまた違うところない。もう戦い始めてますね。ガンガンね。NET ってところが、攻めに来てるじゃないですか。ここにね、13X のやつらどこにおるんだろうな、見渡す限りね。はい、見つけました。13X のやつらいましたよ。これ、はい、ここですよ。こいつら強いんだわ。一応バリア張ってんだね。バリア張ってるんですね。ここでもね。もう戦う気満々じゃないの？ゾンゾエ。ゾエゾエ。おいゾエ。何やってんだ、バリア張って。普段は張ってないのにバリア。はい、そんな感じで、あとは散らばってるんかな、あちこち。あちこち散らばってるんでしょうか。あー、動きまくってるね。稼働しまくってますね、この人はね。ゴールドラッシュ！ゴールドラッシュのエフェクト！初めて見ました！かっこいいっすね、これ。キラキラじゃん。すごいね。こいつが強いんだわ。ほんと、ガン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 やってきてね。すごいやってきますんで、殲滅がやばいじゃないですか。どうなってんですか、こいつは一体。ガン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 やるからさ、どん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 やるから攻撃をね。ぜーってやっちゃうからね。こんなとこいるんだね。中央なんだ。だいたい真ん中ぐらいにいるんですね。はい。だからこの辺飛んでったら面白いんじゃないかな。この辺飛んでったらね。まあ、他の人もちらほらいるんじゃないかな。攻めに行ってんかな、今。わー、楽しみだな。これから 13X のやつらガンガンやるんだ。で、僕らがやっとるところにも乱入してくる可能性がありますんで、まあ、その辺楽しみかなと思いますよ。すごいね。大乱闘になる予感しかしないね。大乱闘になる予感しかしません。はい、これなんてゴールドラッシュでね、もらえるような別荘じゃないですか、確かこれ。ね、いいですね、あなたたちはね、すごい強いからね、本当に。はい、ということで、これからもガン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 やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。